範囲がすげえ綺麗に決まる。あ、これは面白い。これはね、面白いことに決定した。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、この車やっていきたいと思います。アルファロメオジュリア TZ1 の後の TZ2 ですね。これね、1000円もした。1000円買わしてくれ、買わしてくれ。これおお、1000円、10億ないから1000円で買う。1000円高いけどアルファロメオ買う。くー、いくぞー、おりゃー。1000円購入、1000円、1000円ご購入完了、ありがとうございました。うおー、来たー、アルファロメオ来たぞー。かっこいい、めっちゃかっこいい。はい、それでね、1000円で買いました。いやー、すごいっしょ。1000円すげえ高えけど価値あんのか。1台1000円だよ、1台1000円。まあ、実車買えばな、いくらかわかんねえからな。こんな買えないだろ、こんな。10億だろ、10億、これ。10億、かっこいい、やばい、かっこいい。なんとね、 1600cc、 1570cc ぐらいじゃない。 1570cc だよ、86だよ、10億円だよ。やばくない？10何台しか作られてないからね。いやー、でもかっこいい、美しい車だ。じゃあね、早速これちょっとね、走っていきたいと思います。うわ、かっけ、うわ、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。あ、これ窓がこう開いてて、エアーダクトになってんだね。これ、このアイディアいいね、このアイディアいいね。やーべえな、これ、超すっげえじゃん。わお、何がくっついてんの、タンク、安全タンク、消火器ついてて、素晴らしい、素晴らしいな。これまたアイドリングがね、すげえ、うおー、まあほんとね、俺には立体に見えててね、すごいわ。1000円だな、やっぱ1000円だけあるな。エンジンすげえレスポンスなんだけど、まあ全然踏んでないよ、 10% ぐらい。8000回転レブだね。まあでもレブ今これ入ってるじゃん、こうやって。でもレブってさ、この時代ないじゃん。でも俺なんかの世代ってレブリミッターってあって当たり前の時代だからさ、レブリミッターない車ってあんまり乗ったことないんだよね。だからなんかね、レブあって当たり前だから、アクセルをこうレブ以上回しちゃいけないっていう意識があんまないんだよね。この辺でちょっと勉強していかないとダメだな、エンジン壊しちゃいそうだな、やっぱこういう車乗ると。2、3、4、5、あ、5速だね、5速まであるね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。直四、 1.57 かな。もう目つぶるとさ、なんか目つぶると 4AG、 馬力のない 4AG、 ちょっとバランスの崩れた 4AG。 アルファロメオに謝れって感じ、アルファロメオに謝れ。だって160馬力ぐらいしかないんだぞ、 4AG よりもうしょぼいじゃん。1965年だけどね。え、でも大して変わんなくね、何がすげえんだこれの、わかんねえんだけどっつって。え、これ10億円で買うのちょっとわかんねえな、俺の中で。やべえ、やばい、やばい。いや、だって 4AG
もうだって乗った感じもなんか乗った感じも86なんだけど、これわかんない。86次回のねアップデートで登場するからさ、いやマジで乗り比べるわ、86と乗り比べたみたいやるわ。じゃあ他のシミュレーターで86めっちゃ乗ってんじゃん。だからなんかちょっとなんかでも86よりは後ろに乗ってるかな、ロングノーズだからもうちょっとエンジンがね後ろにあってミッドシップっぽいけどね。まあ簡単に言えばドライサンプの86。うん、FR だしね。まあ俺あんまりこう格好とか実はあんま関係ないんで気にしないタイプなんだよね。もう乗った子さもう本当にこう目つぶって走った、もうハンドリング命じゃないの車って。いやもちろんまあ格好も大事だけどもうなんかその後から次じゃないの、もうなんかハンドリングあってこそじゃないの。いやこれ早えなおいこの86早えな、10億円の86早えぞこれ。あ5速もあるのね。いやこれいいじゃん、やっぱ86気持ちいいわやべえな、大丈夫か俺、大丈夫か、大丈夫なのかないや86欲しくなってくるこれ乗ると。あーでもこれもすげえな、ものすごい、ものすごい速くねこれ。イエーイ、いけー、スタートルクないわ、スタートルク全くねえなこれ、このエンジンあはい乗ってきましたけどね、ちょっとねつくばサーキットどのぐらい出るかやってみたいと思います。はい、つくばサーキット来ましたねなんかつくばサーキット来てこう目つぶってこの音聞いてると、まあね案外ノーマルに近いなみたいな、4バルブの86かなみたいな。あー曲がんねえなこの車、ちょっとハンドリングはねどんな感じかやっていくわ。この横のダクト邪魔だな、おいなんか見づらいなこのダクトかな。でもなんか今ねリプレイ見たらすげえなんか本当に綺麗な車だね、惚れ惚れする。乗ってたらわかんねえつ、乗ってたらわかんねえつ。いやーすげえわ。え、この横のメーターなんなの、今気づいたんだけど、この横のメーターなんなの、スピードメーターなの、助手席の人にもスピードがわかるってどういうこと、何のこと、なんで教習車みたいなのなんで必要なんだろう助手席に、え、わかんねえな、え、なんでいるのねマジで。ああまだちょっとサスペンションあるなこっち。さあ行くぞ、やっぱ楽しいよな本当にこのぐらいの NA のさ車は。ああ単位がすげえ決まる、ちゃんとサスペンションがあるなこの年代にしては。
こうねフロントが縮んで伸びるっていう、縮んで伸びるがするから、だからこういうね、うん、簡易しやすい。早いじゃん、3秒の86にしては早いじゃん。いや160馬力にしては早いよね。いいじゃんいいじゃん。ああ単位がすげえ綺麗に決まる。あーこれは面白い、これはね面白いことに決定した。すげえ綺麗にこうブレーキング抜きながら入れるっていう、そのね行為がこれね、こういうところちょいブレーキのこの残したり行ったり下がったりって、1秒台出た。さあちょっとねもう一周、もう一周いくぞ。いや面白い、これも面白い。なんか最近面白いしか言わないっすねって言われるじゃん、なんでか知ってる？面白い車しかやらなくなったから面白い車しか紹介しなくなったから面白い車しかもう乗りたくなくなってきた。だから俺の紹介してる車は、まあ、俺が面白いなと思ってると思っていただければいいと思います。だからもう他人がどう感じてるかはよく知らん。いやー出ねえわタイム下手くそだった今サイドブレーキめっちゃ難しいの、なんかえ、いや試みない方がいいや。はい、タイヤがちょっとね食いすぎる。これほらエンジンがさバラつくじゃん、キャブ車だからね、エンジンバラつくからねっていうのを再現してんじゃないかなと思ってるんだけど、正しいかどうかわかんない。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。まあとにかく美しい車だよね、美しい。でも乗ってたらわかんねえっつね。でまあ運転するとほぼ86だと思う。86まだ出てないから何とも言えんけど、まあかなり軽量化した86、非力なまだ5バルブ化してない86かなみたいな感じ、知らんみんなやってみて。まあいずれにしてもね楽しい車しかやらないから楽しいですこれ。あ1000円だからね、覚悟して、ね、吟味して買ってください。あだから1000円しか出せないっていうんだったら俺なら DB3S だっけ、ね、53年のアストマーチン、あっちの方がちょっとおすすめかな。ちょっと馬力もあるしね、速いし。あだけど単位の感じはこっちの方がちゃんとサスペンションが動くから、うん、まあ、勉強になるというか、まあちょっと動かせるかな、こっちの方が、まあ、両方買うと2000円ちょっと高いね。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。